アンドリュー・ロバートソンは、スコットランド・グラスゴー出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。スコットランド代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。地元・グラスゴーのセルティックのユースチームでキャリアをスタート、させたが、U-15 チームの段階で、体の小ささを理由に対談させられ、クイーンズパークへ移籍した。 2012から13シーズンにクイーンズパークでトップチームに昇格。2012年7月28日のスコティッシュチャレンジカップベリックレンジャーズ戦でデビュー。スーパーマーケットで働き生計を立てながらシーズンで計40試合以上に出場した。クイーンズパークは3位でリーグ戦を終えたがピーターヘッドとのプレーオフに敗れ昇格を逃した。 2013年6月3日にスコティッシュプレミアシップのダンディーユナイテッドへ移籍。ロバートソンとしては4部リーグからトップリーグへと飛び級で昇格したこととなったが、ジャッキー・マクナマラ監督の下で主力として活躍。パーティックシッスルとの開幕戦でデビューすると、9月22日のマザーウェル戦で初ゴールを記録。9月の月間最優秀若手選手に選出され、10月には、 ダンディーユナイテッドと2016年までの新契約を結んだ。11月には月間最優秀選手に選出された。このシーズンも計40試合以上に出場。2014年4月にはスコティッシュプレミアシップの年間最優秀若手選手と年間ベストイレブンに選出された。2014年7月29日、移籍金285万ポンド3年契約で、 イングランドプレミアリーグのハルシティへ移籍。QPR との開幕戦で、プレミアリーグデビューを果たすなど、加入して、すぐにチームにフィットし、クラブの8月の欠陥最優秀選手に選出された。2015年11月3日のブレントフォード戦で、ハルシティでの初ゴールを記録。2016年5月28日の、シェフィールドウェンズデーとのチャンピオンシッププレイオフ。 ファイナルでは先発出場し、ハルシティの勝利と1シーズンでのプレミアリーグ復帰に貢献した。2017年7月21日、再びチャンピオンシップへと降格したハルシティからリバプール FC へ移籍金800万ポンド、複数年契約で移籍。8月19日クリスタルパレス戦でリバプールでのデビュー戦を飾った。移籍直後は十分な出場機会を得られずにいたが、 2017年12月に同ポジションのアルベルト・モレノが不勝利脱以降はレギュラーポジションをつかみ1月14日の首位マンチェスター・シティに勝利した試合ではパフォーマンスが賞賛された2017から18シーズンの最終戦となったブライトン戦で移籍後初ゴールを決めた2019年1月リバプールとの契約を2024年まで延長 シーズン中は多くのアシストを決め、2018から19シーズンのピエフェ年間ベストイレブンに選ばれるまでの活躍を見せた。また、5月4日の入滑する戦でチームメイトのトレント・アレクサンダー・アーノルドが10アシスト目を記録したことで、プレミアリーグで初めて同一チームの DF が揃って、シーズン10アシスト以上を記録したこととなった。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝のトッテナム戦ではゴールを脅かすシュートを放ち、得意のクロスでチャンスを演出、守備でも好プレーを見せリバプールの14年ぶりとなるチャンピオンズリーグ優勝に貢献した。2019から20シーズン、チャンピオンズリーグ GS 第2節のレッドブル、ザルツブルク戦でアーノルドのアシストからヨーロッパカップ戦での初ゴールを決めた。 攻撃面では昨年ほどの貢献はできなかったが、DF 面では進歩するなど、30年振りとなるリーグ優勝に貢献した。最終的にリーグ戦では12アシストを決め、昨シーズンのアシスト数を更新した。U-21 年代からスコットランド代表に選出されている。2014年3月5日、ポーランド戦に向けたメンバーに選ばれ、ワルシャワで開催された。 同試合の後半途中から出場し初キャップ。試合には1から0で勝利した。試合後、ゴードン・ストラカン代表監督にそのプレーぶりを絶賛された。2014年5月28日のナイジェリア戦で初スタメン。2014年11月18日に行われたイングランドとの親善試合で初ゴール。2018年9月からは代表首相に指名された。 ありがとうございます。